アマゾンマナティーは、海牛木マナティーかマナティー族に分類される、哺乳類。エクアドル、ガヤナ、コロンビア、ブラジル、ペリューのアマゾン川、エセキボ川水系模式標本の産地は、ブラジルのマデーラ川。先進予に、アンデス山脈が形成された際に隔離、陸風されたと考えられている。最大体長2.8メートル。体重300から500キログラム。 マナティカ化祭小種。花面はやや前方へ向かうが、口は下方にある。体色は青みがかった灰色。胸部や腹部には不規則に白色藩が入る個体が多い。前肢には爪がない。出産直後の幼獣は全長約80センチメートル。標高200メートル以下にある淡水域にのみに生息し、水温が25セン30度の環境を好む。 寒気に水位が低下すると水量が多い場所へ移動する。数頭からなる小規模な群れを形成することもあるが、以前は食物が豊富な場所では大規模な群れを形成することもあった。最長で14分間の潜水ができる。植生は植物食で主に水面に浮かぶ水生植物を食べるが、水辺にある陸生植物を食べることもある。 飼育下では1日あたり9から1 5ラムの植物を食べる。寒気の11から12月に植物が不足すると体内に溜めた脂肪を燃焼させて上をしのぐが干ばつが激しい時は餓死することもある。繁殖形態は耐性。妊娠期間は約1年。主に2から5月に1回に1頭の幼獣を産む。授乳期間は1年以内。生息地では 食用とされることもある。皮は皮製品や脂肪も含めて薬用に利用される。骨はお守りになると信じられている。水流を妨げる水生植物を除去するために水路やダムに放流されることもある。森林伐採や農地開発による生息地の破壊、油田採掘や水銀、農薬などによる水質汚染、食用の狩猟、 漁業による困惑などにより生息数は減少している。捕獲や流通の禁止などの対策が進められている。ありがとうございます。